当たり、当たりだよ。もう気づいてると思うけど、私たちは仲間になる素質を持った人のところに行ける。でも彼女の意識があなたに抑えられたせいで、糸をあなたに巻きつけることができない。彼女を劇場に招待することができないんだ。だから決めたんだ。何に変えてもあなたを私たちの劇場に引っ張り込むってね。私たち一人一人は弱いけど、みんなの力を集めればきっとあなたも隙を見せてくれるはず。あなたたちの罠や小細工、私たちの劇場で砲撃を仕掛けてきたことも、私たちは全然気にしてないよ。あなたが劇場に入ってきた瞬間から私たちは成功してるんだもの。支配の律者、最初からこれを計画してたの？ど
法理で仲間の犠牲を全然気にしないわけだ。人形が増えた。戸惑ってる？悩んでる？あなたの考えが読めるよ。でもそんなの全然意味がない。人形は所詮人形。あなたたちは本物の支配の律者に一度も気づいていない。ここはいいね。見晴らしがいいし、最高の演目を行うのにふさわしい。もう終幕の時間だけどね。おやおや、役者がもう待ちわびてるみたいだ。あんたたちの本当の目的はシーリンの意識を刺激し、空の律者を再び目覚めさせること。そう、そうだよ。今外の奴らは一件落着とか思ってるでしょ。みんな普段の生活に戻りたいとか思ってるでしょ。ネゲントロピーは怪しいと思いつつも、民衆の圧力によって危機は去ったと言わざるを得ない。さて問題、もしこの時私たちが再び登場して、さらに空の律者を連れていたら、人類たちはネゲントロピーをどうすると思う？そうそう、ベルトたちはずっとキアナ・カスラナは自分の力をコントロールできていると言ってたね。そんなことはさせない。でもそれは今までの計画に過ぎない。
回の行動で意外な収穫があった。キアナ、あなたはシーリンよりも私たちの一員になる資格があるかもしれない。今から新メンバーにその資格があるか審判を行う。名前を言え。彼女はキアナ、キアナカスラナ。いや、彼女はキアナなんかじゃない。かわいそうなやつ、名前も人から盗んだものだったな。でも心配ない、心配ないよ。ここのみんなだってそう、みんなあなたと同じ敗者なんだから。あんたたちの基準で私を判断しないで。おや、私たちが嫌？あなたにそんな資格がある？私たちは人形だけど、あなたはどうなの？コアの入ったクローン実験体？うわ、人類じゃない。そもそも人類じゃないんだ。静粛に静粛に。新メンバー、罪を白状せよ。知ってる、知ってる。あなたのせいでジークフリートという男が全てを失った。あなたを助けるために彼は娘を失った。器の大きい彼はあなたを育てたのに、恥知らずなあなたは彼の腕を切り、彼をパパと呼んだ。
あなたが自分をコントロールできず、おとなしく閉じ込められるつもりもないせいで、あなたの友達はみんな帰る場所を失った。あなたは美しい世界を守るために戦うと言いながら、自分の先生をその手で殺した。あなたは親友を傷つけ、そのせいで彼女はあんな危険な場所に身を置くようになった。あなたはヒーローらしいことをしてるけど、あなたの周りにいる人はどんどん少なくなって、世界はますますひどくなった。あなたは悪人、罪人だ。あなたの人助けでその罪をあがなうことなんてできない。私たちは知ってるよ。あなたの心の声を、本当の考えを、そこの見えない絶望と苦しみを。あなたは私たちの誰よりも苦しみの味を知ってる。あなたはこの世界の誰よりも人形の宿主になることに向いてる。自分を見極めて、現実と向き合え。もうあ
んたたちのデタラメを聞き飽きた。このバカバカしい審判、そろそろ終わりにさせてもらうよ。あんたたちに惑わされない。私は屈しないし絶望もしない。はあ、せっかく第二律者の記憶をわざと見せたのに何も感じないの？恥ずかしくならないの？やはりあんたたちの仕業だったんだ。悪いけどそういうのは聞かないよ。私を信頼して支えてくれる人が私の周りにたくさんいて、彼女たちが私にすべきことを教えてくれた。それを利用して私を動揺させるつもりなら諦めた方がいいよ。あなたを信頼して支えて、あなたをかばって放任しての方が正しいでしょう。あなたが空の律者であり人類最大の脅威であると知りながらリスクを犯してあなたを生かした。命がけであなたを守ってあなたを呼び戻す人もいた。
女たちにそんなことをする資格がある？セシリアでも姫子でもシーリンやあなたを助けた時、他の人たちのことを考えた？そのせいでたくさんの人たちが恐怖にさらされることを考えた？いや、彼女たちは数千万の命を考えずに、あなたを、いつ爆発するかわからない爆弾を、救いようもない罪人を選んだ。それがあなたの言ったすべきこと？自分勝手！所詮は偽善者の自己満足だ！もういい。怒った？仲間が悪く言われるのが気に入らない？誤解しないで。あなたにもいろいろあって、何を言われてもあなたの意志が揺らがないことくらい分かってるよ。でもそんなあなたにも心残りがあって、埋められない隙間がある。私たちはあなたの全てを知ってる。あなたの心も苦しみもね。一般人が虚数空間で生き残れるわけがないと分かってるのに、あなたは何度も何度も自分を騙してきた。あなたはネゲントロピーの他に、天命もヨルムンガンドもプレイグジェムを探してて、
それなのに今まで何の収穫もないということを知ってる。本当は分かってるくせに、真実を認めようとせず、自分を騙すかのように絶対連れ戻すからとか言ってたね。誰のことかも言ってないのに、もう分かってるんでしょ。彼女があなたの心にある一番弱い部分、あなたの永遠に癒えない傷だよ。もしもあの日に戻れたら、もしも彼女の命を救えたら、あなたは全てをかけて罪を償いたいと思ってる。でもあなたにそんなもしもは存在しない。動揺しないって言ってるけど、事実を目の前にしてもあなたはまだ平然としていられる？その時が来たとしても、あなたは自分の言った素晴らしさを信じられる？できない、できないよ。だってあなたは退屈極まりない偽善の道を選んだ。それは終わりのない愚者の道だよ。そろそろクライマックス、人の心を震わせる大逆転の時間だ。希望が絶望になった瞬間、あなたはどんな表情を見せる？
早く早く来て、私たちによく見せて。誰がそれを持ってたかわかる？どうしてここにあるかわかる？プレイグジャム！そう、そうだよ。心の中の答えを言え。村田姫子は、もう死んだんだよ。